飛んで埼玉70点。東京都知事養成高校に通う学徒。原作は真矢峰夫の1980年頃に出版された同名の漫画。監督はテルマエロマエの竹内秀樹です。原作も読みましたが癖が強すぎてそちらは全然面白くありませんでしたけど、この謎の映画化は僕が昔北浦和に住んでいたこともあって親身になって楽しめました。映画のストーリーは、埼玉県人が東京行くときに必要となる通行手形を廃止しようと頑張るっていう意味不明で混沌としてる話なんですけど、一応これ都市伝説的なエクスキューズがあるので、オーバーな演技、説明的すぎるセリフ、そもそもリアリティが度外視できたのが良かったです。散りばめられすぎた悪質な埼玉県のディスりネタ、埼玉と千葉の関東上位争い、茨城群馬栃木の関東下位争いあたりのローカルネタは、まあ、関東最弱、甲信越最弱の山梨県出身の僕から見てもなんかもういろいろひどすぎて、なんかめちゃくちゃ面白かったです。なんすかね、あの穴という穴にピーナッツを詰められるみたいな設定ね、なんかめちゃくちゃ面白かったですよね。ただこれだけ、これただの地方格差を笑いの出しにするだけの作品になっていなくて、それこそわざわざ1982年の原作を2019年にやる意義というか必然性のようなものすら感じられて、つまりは地方格差はなぜ生まれて年々広がるのか、そしてその格差を一番笑ってるのは誰かっていうね、まさに今の分断社会をナンセンスコメディを武器にしてぶっ叩くっていうスタイル、そして郷土愛こそが東京一極集中っていうディストピアを壊すんだっていう力強いメッセージは、個人的に、まあ、田舎者の僕にとってはかなり刺さるものがありました。まあ、解釈は独特かもしれませんけど、かなり刺さりました。笑っているのにかなり劇薬飲まされているような、実はハイセンスなコメディ映画でした。